あ、着いた。よしよし。すごい可愛い。すごい。はい。似合いするな。こんにちは、こんにちは。ようやくと殺虫剤を使用してないって。すごいね。これちょっと買ってみようかな。ヤギミルク？うん。本当の匂いがついてる。納豆あげてみようかな。うん。いくよ。あ、すごい納豆の匂い。初体験。あさり。せ。はんちゃんいない。はい、真剣にしろ。はんちゃんどう？美味しかった？師匠出してる。師匠出してる。はんちゃん食べた。師匠ちっちゃい。あ、多分ネバネバして口から出ちゃうやと思う。ハンちゃん待ってるから好きなんかも。ネバネバしてるんじゃない口の中。おしまい。おしまい。マンテチ、今日はハッピーバースデーのケーキもあるんだよ。ねえ、6月の中旬生まれの。ざっくり。中旬やろう、確か。中旬や。中旬生まれの歌丸師匠と、7月の中旬生まれのはんちゃん。確か師匠ちゃんが6月19だったかな。13じゃなかった。2人とも適当。で、師匠ちゃんが7月の。違う違う、はんちゃんが。はんちゃんが7月の。14とか。19じゃなかった。いやどうだったかな。まあまあ、確か中旬に。それぐらいやな。ということで、真ん中バースデーね。ね。でん。はい。はいはい。バースデー。じゃあ。あ、じゃあ、はい、はんちゃん。ハッピーハッピーバースデー。あー、かわいい。はんちゃん。似合うね。あるなんや。どれ？これさ、1個しかなくてさ、去年買ったやつ。だから、師匠ちゃんにはないから、一応、安全第一のヘルメット。じゃあ、それで。しょうがない、もう、ないから。ね、師匠ちゃん。ないもんはしょうがない。ないでもさ、これ。あ、取れた。じゃあ、はんちゃん、安全第一にする、うん、はんちゃんの方が似合うかもしれん。ちゃんお邪魔さん。よいしょ。あ、いいね。安定した。安全第一。師匠ちゃん。次じゃあ師匠ちゃんにその主品の帽子をかぶせてあげてください。師匠ちゃん何でも似合うね。やっぱり。さすが。さすがです。タレント犬。はんちゃん、師匠、おいで。あ、来た来た、主品が。なんか、ん？主品来とるよ、主品。はあ、えい。あ、あ、師匠ちゃん、どうしました？おお、すごい。どうです？固定されてんねん、これ。そうそうそう、テープで。馬肉と鮭と、うんうん、の生地に、なんか豆乳ホイップを、多分なんかすごい多分いい匂いするんじゃないかな。嬉しいね。あ、じゃあ。お、いい匂いする。え、する？え、
気のせい。あ、するね、すごい美味しそうじゃない、なんかこれはちょっとすごいよ。ペロ、先ペロダメよ。どう、取れてる？うん、もうちょい。ハンちゃんと師匠で合わせて3歳やから。どうせ火つけるのそれ。え、つけないの？わかんないけど。誕生日なのに。危なくない火つけるの。よっしゃー、はい、ハッピーバースデーツーユー、ハッピーバースデーハッピーバースデーハン歌ー、はい、よっしゃー、ワンワン、じゃあ消す、はい、はい、よっしゃー、よっしゃー、はい、よっしゃー、じゃあ食べよっかね。よっしゃー、じゃあどうやって食べさせようか。じゃあ師匠ハブス、あんちゃん、あんちゃん、あんちゃん、いつもハウスせんない、ね、よーし、おめでとう、おいしいね。すごい大事ねえ、ほんちゃんすごい勢い、ひじゅちゃんも、はい、おいしいね。食べてる、なんかでも気にさ、ホイップがついて、皿がでかいかな。しじちゃん、ホイップだらけだね。しじちゃん、鼻ペチャやから。確かさ、これ上の層がジャガイモのペーストだった気がする。ほんと？うんうん、しじちゃん、でこにホイップ。はんちゃん食べ終わった。そして、そして師匠の方に、あ、来た。しじゅちゃん、顔クリームだらけで怒らないの。食べれそうだよ、全部。見て、見て。しじゅちゃん、おでこにクリーム。しじゅちゃん。勢いよく、本当に、うん、全部食べそうな勢い。